破片の中で何かが光っている。紫の鍵を手に入れた。紫色の鍵だね。これで扉が開くかな。よし、こんなとこ今すぐおさらばよ。ギャリー急に元気になったね。んで、あっち側にいるところに行くってところでしたかね。ん、出た、嫉妬深き花だっけ。何この音、近づいてくる。おお。あ、床から何か出てきた。なんかまずいわ、みんな絵から離れて。イブ危ない。おお。あー、分割されたか。二人とも大丈夫？あー、びっくりした。イブは怪我とかしてない？大丈夫。よかった。それにしてもこれ、邪魔でそっちに行けないんだけど、折ったり、もう無理そうね。この大きさじゃ、どうしましょう。ねえ、イブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵で、そこの部屋に入れるんじゃない？もしかしたらその部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ、見てきていいよね。でも、二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よ。ねえ、イブ。まあどうでしょうね。まあけど一人よりかは二人でいた方がまあまあ、あれかな。ピンチになった時もなんとかできますかね。大丈夫だと思う。ほら、イブだって大丈夫だって言ってる。そう？じゃあちょっと見てきてもらおうかしら。でもいい？何もなかったらすぐに戻ってくるのよ。どうするのかはその後改めて考えましょう。うん、わかった。それじゃあ行こう。というわけで、お、すごい、ちゃんと、あれですね、ヒントのマーカーも、ギャリーさんっぽいアイコンから、メアリーっぽいアイコンに変わってる。イブ、早く行こう。はいはいはい。ちょっと待ってくださいね。お、ウサギの中から出てきた。ちゃんと説明書きもちゃんとしてんな。はい。おう。ここは、箱がたくさんあるね。いいものがありそう。いいものね。ノコギリとかあったら取れるかな？大きな石像がある。これぶつけたらさっきのトゲトゲ壊れそうだよね。重くて全然動かせないけど。ああ、こういう時にギャリーがいてくれたらな。イブとギャリー、またはメアリーとギャリーだったらなんとかだったのかもしれないですけどね。使いかけの絵の具がたくさん入っている。よくわからないもののデッサンがある。黄ばんだ画用紙が入っている。使い古した筆が入っている。まあ芸術家の裏側って感じですかね。これは何か。これはいろいろな画材が詰め込んである。何か面白いものないかな。あ、筆の奥にパレットナイフがある。これであのトゲトゲ削れないかな。いや、やればできる、やべればできる。お米食べろ。いけるいける。できるわけないじゃん。イブったら冗談通じないんだから。でもこれ持っていこうかな。念のためね。お、なんか、その、含みを持たせる言い方しましたね。あんまり役に立ちそうなものないね。一旦ギャリーのとこに戻ろっか。おや？何？びっくりした。なんだ、何か変わったことあったか？あの、箱がちょっと主張してるよね。なんか明るくなってない？赤の絵の具だけなくなっている？不穏。超不穏。あ、ちょっと待って。あれ、扉が。なんであの石像あそこにあるの？さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。いけるか？二人がかりできるか？華奢な女の子二人でいけるか？押すよ、せーの。あ、頑張ってる、頑張ってる。ああ、ダメだ。全然動かないよ。イブ、どうしよう。出られなくなっちゃった。上の扉が開けてほしそうにこちらを見ていますね。では、ここ行くしかないよね。仕方ないからこっち行ってみようよ、イブ。おう。こっからは、この、床が茶色、黄土色って言っていいのかな。黄土色でもないけど、のステージですかね。ウェイウェイウェイ。ウェイウェイ、なんだ。イブ、サーカスって知ってる？ボールいっぱい投げたり、ライオンの口に入ったりするんだよ。なんで急にサーカスの話した？イブ、君に楽しんでほしいから、大人のいない楽しい世界へ。なんだ？この壁に出てきた文字に関しては、メアリーはスルーか。落下した星。落下した星。あ、これもしかしてサーカス、の
あれか、空中ブランコの人が失敗した時の絵か。そんなことある？いや、ありそうだな。ゲルテナ展ならありそう。おやおや？ピエロ。あはは、鼻が飛び出してる。ほら。おう。取れちゃった。よかった、くっついたよ。これなんかあるんじゃない？絵から何か飛び出てたら撮りたくなっちゃう。いや、絵から何か飛び出てるのは、正直この世界だけだよ。普通、絵から何かは飛び出ていないよ。バンクシーくらいだよ、そんなことすんの。で、これは？ブランコのような絵がある。ピエロ。なんとなくこの辺りはサーカスの絵を中心に置いてある感じしますね。おやおやおや？一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。なんか急に手招いてきますな。お、セーブ場？ですね。じゃあまあ一旦ここでセーブしましょう。で、これは？ギャリーはどうしてるかな？置いてきちゃったけど。お、あ、なるほど。あのバラのマークは、そうか。青いバラだからギャリーのマークか。遅いわ。何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメね。ああ、やっぱり、二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしよう。もう一度、あの部屋を調べてみようかしら。あんまり入りたくないけど。おーっと、ここでギャリー編突入か。なるほど。おー。絵も違うわ。色合いも違いますね。腕時計、美術館に来たあたりから針が止まっている。ライター、長年愛用しているオイルが残り少ない。意外と喫煙者なんですね、ギャリーさん。青いバラの花、珍しい色のバラの花。枯れると命に関わる。意外とスタイルいいなぁ。おっと。あ、ここの色も青色になってる。細けぇ。というわけでこの部屋へ。あれ？こんな部屋だっけ？ウサギの部屋だよね。赤色の目。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。あ、イブやメアリーにはウサギに見えてたってことか。いや、違う、どっちだ？ギャリーさんにはこう見えてるってことか。てか、確かに、こっちのタイトルの方が赤色の目って感じはするな。あっちのウサギは赤色の目っていうほど、目を強調してたかっていうとそんな感じでもないし。じゃあ、これが勝手に倒れてきて、中から鍵出したってことか。めぼしいものはないわね。あれ？この本棚。ほほー。あら、まあ、動いたわ。なんでさっき気がつかなかったのかしら。まあ、いいわ。ここから出られそう。でも、その前にちょっとこの本棚調べさせて。いや、これ調べさせて、これ。なんかいるっしょ、ここ。机の下に何かある。うわぁ、いらないわよ、こんなの。まあなんか青色やからちょっと思ってましたけどね。深海。これは一緒なのか。じゃあもしかしてイブの心がちょっと壊れてきてるってこと？もう、やばい芸術品を見たくなくて、心の中で安定を求めようとして、こんな絵もウサギに見えちゃってるってこと？あれでも、メアリーも可愛いって言ってたよな。床が不思議な形に凹んでいる。あ、待って、ここに赤いバラがあるから、ここ踏んだら多分、じゃあイブに戻るんでしょうね。天井から紐が下がって、引っ張る。いた！何よこれ。待って、これ全部そう？うわ、嘘、やだ！明かりが消えるスイッチだったの？あ、戻った。ああ、よかった。つかなくなるかと思ったわ。ははーん。引っ張る。いやー、ほんとやめて、こういうの。わかるわ。お？あれ？まあそうだよね。ギャリーさん側からしたら何もわかんないよね。いた！もうやだ、こんなとこ。おいおいおい。5分の2外れやったか。ちょっと待ってね。出口なんてない。理由なんてない。そんな、どっかの歌の歌詞みたいな。
で、イブ、ああここでイブとギャリーさんを交互に使うんだ。はい。イブ見て、橋ができてるよ。通っていい？あ、いいって。そうだ、目つぶるってことそうだよね。あ、いや、かわいいここの効果音。で、これは？あー、待って。ギャリーさんのところになんかあったな。え？けど、ギャリーさん、ん？ちょっと待ってよ。こっちやったらどうなる？あー、なんだこれ。これって多分あれだよ。あれっすよね。扉に持っていけないよね、これね。そうだよ。引っ張るっていう動作ができないから、この人。この子。落とすのか？落ちた。ってことは、あ、落ちてきてる、落ちてきてる。じゃあ、この上にいるんだ、イブたちって。そして、何の、あれもなく、押す、ギャリーさん。はまった！イエス！おお、ギャリーさんしかいないから、こういう時に何のリアクションも取ってないのが悲しいな。うっと。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの。だから一緒に連れてって。君の悪い人形がある。え？ほう、ついにあれか。ギャリーさんの名前を呼ぶようになってきましたね、この。ゲルテナ店、ゲルテナ店が。今まではそんなのなかったのにね。おっと。ねえ、どうして連れてってくれないの？嘘。いなくなってる！文字もない！マジで？マジか。じゃあ君がくっついてきたってこと？あ、これやべえわ。あ、ないわ。はえー。すっごい。細けえ。なんで無視するの？私のこと嫌いなの？ギャリーさん、これはもう、ちょっと失礼。ギャリーさん、これはもう、連れて行った方がいいんじゃねえのか？これもしかして画面から消えたらなくなるとか？うわー、マジだ。うわ、いるいるいる。ねえ、遊ぼうよ。ここ面白いものたくさんあるんだよ。やられたな。狙われちゃいましたね。はい。なくなってる。そろそろ襲いかかってくるよ、これ。私のお友達もたくさんいるんだ。紹介してあげるね。お友達たくさんいるんだ。あの人形たちのことですかね。永遠にここにいる。おい、命令系になったやないかい。セーブ場だ。ちょっとセーブしときましょうか。ここで。ちなみに？うわ、消えとるわ。マジか。う、いる。お、さすがのギャリーさんもちょっと身構えたな。一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして。あんたの相手をしてる暇なんてないの。いや、ここは、でも思い出してギャリーさん。イブちゃんは、蹴ろうとした時にやめてって、美術品をなんか攻撃しようとした時にやめてってやったよ。それを思い出すんだ。こういうのには関わらないのが一番だわ。その通り。う、鍵穴がない。この扉は鍵以外で開くようだ。つてていけ。この扉よう見た目になってるんですね、これ。あ、連れていけ。え、いや、別に連れて行ってないけどな。これは真相。真相意識のことかな。それとも、こう。いや、まあ、鍵以外で開くようだ。ドアノブが異常に冷たい。異常に冷たい。これは何かしら、このボールみたいなの。謎の玉、カッコキを見つけた。あら、消えちゃったわ。え、消えちゃったわ。じゃあ、あれだな。イブ側で何かするってことだな。うわ、いますわ。ずっとあなたについてくね。私のお家すぐそこなの。マジで？すぐそこ、この階段の上ってことか？七つの色彩、絵の具玉を集めよう。刺せれば道は開かれるだろう。絵の具玉？もしかして、さっき消えちゃったボールのこと？
なるほど。なんでここの連中はみんな邪魔な場所にいるのかしら。まあ、それは確かにわかる。これは？緑の夜。緑の夜か。これ、ってことは、これもしかしたら緑色が中にあるかもしれないですね。で、この、キャンパスから出てるこれは？預かりし心臓。心臓ね。心臓ないよ。ここも開かないか。これは？釣り針。針がないっすね。針がないよね。これは？ジャグリングしてんのか？ジャグリング、そのまんま。絵の中から声がする。我誕生いつだ？わかるかよ、そんなの。じゃあ、1882年とかでどうですか？はい。違う！いた！わかってるよ、そんなの。なん9999分の1じゃねえか、当たるの。これは？連作、胴体の2匹。どう見ても1匹しか見えないけど。確かに。ああ、もうイブ側で解く謎がいっぱいあるわ。で、こっちは何でしょうね。わっ、え？何なのよ、この部屋。この床から出てるガスみたいなの、気をつけた方が良さそうね。ここにもあるか。これずっと居続けたら体力が減るってことはないのか。でも、ちょっと待てよ。あ、いってー、あ、これ死んだんじゃね、ギャリーさん。レファソシレー。絵の具玉紫を見つけた。見つけたけど、頑張れ！だよねー。ゲームオーバー。おい、いい曲流れてんな。今度 YouTube でこれ再現しよっかな。諦めない。なるほどね。